皆さん、こんにちは。東京山和メディカルセンター、呼吸器内科、感染症内科の長戸忠史です。本日は、内科専門医試験、デズバライブ2021を配信していきます。早速、勉強していきましょう。では、スライドに移ります。まず、内科専門医試験2021について、まあ、自分の見解も含めてお話ししていきます。合格点は、やはり6割だろうと考えています。 なお、学会のホームページにも書かれてますが新内科専門試験の質は認定内科医と総合内科専門医の中間と言われてます。一般問題100問と臨床問題150問からなり認定内科試験に比べて臨床問題に比重が置かれていることもホームページに書かれてます。これをもとに考えると診断基準や法的問題 近畿と暗記が必須である一般問題対策をしつつ内科出身や時間外で見ることの多いメジャーな内科疾患に関する臨床問題対策に重きを置いて勉強することが大事だと考えていますなおよくアップトゥーデイト問題は出ますかと聞かれるんですけどこれはあまり出ないんではないかなと考えていますこれは今後 あの総合内科専門試験との差別化を行うにあたって、まあ、そちらの方でよく出されるんじゃないかなと思ってますので、まあ、内科専門試験では出されてもそんなに数は多くないんだろうなっていうふうに考えてます。今回のこのライブはですね一般問問題題と臨床問題を解く時の SS を中心に解説していきますなお体可能性が高いところは、まあ、自分の試験ですけど星印をつけておいたので、まあ、試験前にしっかりと確認しておいてください。 星印は102個つけてますので、まあ、これで4割は最低限確保できますが、まあ、実際は重複して出題されますのでおそらく5割程度は得点できるのではないかと考えてます残りの1割は、まあ、日常診療している先生方ならおそらく、まあ、問題なく得点できるのではないかと考えてますので、まあ、これでおそらく6割に到達できるのではないかなって考えてますでは早速始めていきます